こんにちは。主食はお米です。Sレアガチャチケットが、ちょうど、100枚溜まっていたので、100連回してみます。火33連。水34連。森33連で回します。枚数が、枚数なので、バチバチ演出以外は、飛ばして回します。それでは、回していきましょう。統計的に、数値を、出したわけではありませんが、Sレアガチャチケットから、SS が出現する確率が、2% から3.5% ぐらいだと、思われます。過去に、かなりの枚数を、まとめ回ししていますが、常に、7% より、断然低い数値が出たため、そう感じています。Sレアガチャチケットは、購入できないので、ガチャ確率を表示する必要がないので、多分抑えられているんでしょうね。記憶は曖昧ですが、出現するカードは、コスト28以下だと思います。コスト30のカードが出た記憶がありません。間違っていたらすみません。そういえば、先日、レイドイベントが、始まりましたが、不具合のため中止になりました。社会人としては、上位を狙うのは、時間的に難しいんですよねー。ある意味中止で、ほっとしましたが、カードレベル上げのための素材を、集めるのには、結構楽なんですよねー。それも、全スキル、対応の素材なので、お得感満載。本赤では、昨年の素材が未だに、残ってましたわら。分回していますが、さすがに、なかなか出ませんねまあ、全く出ない可能性もあるのですがわら。でも、そろそろ1枚ぐらいは、出てほしいところです。いやあ、さすがに出ませんねおっしゃあ。等身ライブオルが出ました。それもニューカード。石18個これで増えますねー。カード性能は、個人的に、お察しでわら。相変わらず、出ませんねー。
やはり、S 地家は、確率2から 3% 程度なんでしょうねー。と、言ってるそばから笑。ギャンブラーが出ました。覚醒できるようになったカードですが、攻撃回数の安定感がありません。最大6回発動します。次は、水ガチャです。ひ。33連でのまさかの、SS2 枚。今回は、調子いいかも。はや。クレアが出ました。覚醒できるようには、なりましたが、生属性を使える、スペダンが少ないわら。なんか、調子良すぎねえわら。でも、ニューカードが出てくれると、なお、いいんですがわら。だんだんと、確率が、収束してきているわら。やっと、折り返してん。SS 以外全部売却していますが、コストが、まだまだ足りない、初心者の方は、それなりに使えるカードもあります。今回は、説明は割愛しますが、やはり、確率は、低め設定なんでしょうねー。まったく、出なくなりましたわら。食い打ち。
福読みが出ました。覚醒できるようになり、それなりには使えます。なんか、今回のSKK、絶好調ですねー。運営に通じる、部屋に隠しマイクでもあるんかなわら。次から、森を回します。あまりにも、好調すぎて、そのツケが、森に来そうですがわら。出ない。森、半分、終わったわら。やはり、確率収束、一直線かわら。出ねよThank you.
終了です。今回、100回回して、SS が4枚。確率 4%。過去最高の確率ですわら。せめて、もう1枚ぐらい、ニューカードが欲しかった。ご視聴、ありがとうございました。